皆さん、こんにちは。マーティン、ダーの脈ボーイ、ケンタカです。産婦人科のお話をさせてください。まあ、本当は女性です。女性対象の話ですが。今回は、赤ちゃんとの付き合い方、大変ですね、これ。まあ、いつ産婦人科を受診すべきか、タイミングが難しいですね、はい。やはり体温がなかなか下がらない状況もあるし、まあ、陰性ならもう一週間、もう一度検査が大事でございます。はい。いつ安定期に入るのかは分からないです。これ14週くらいですね、大体。これ難しい。ドラマコウノトリ見ましたよね。そういう感じですね。はい。確かに、アルコール、カフェイン、ポリフェノールあってダメですね。全てにおいては。飲酒は基本ダメです。チョコも確かに問題視されてますね。はい。制限はされてますがね。はい。やはり悩みますよね。食事についても、喫煙についても。はい。お薬は、風邪薬服用はどうなのか。確かに難しいですね。影響はないので必要はないです、過剰は。やはり運動は、スポーツはやっぱり禁止ですね。はい。事故に遭うので気をつけてくださいね。はい。シートベルトはちゃんとしましょう。はい、生まれた。あとはまあ、妊娠初期は難しいですね。5週から始まってね。はい。口に合うものを少しずつ食べましょう。はい。あとはまあ、その他もろもろですね。はい。あとはまあ、こんなとこかな。というわけで、お腹の中の赤ちゃんの付き合い方でした。バイバイ。